数あるホームページの中から私のホームページに訪問いただきありがとうございます。ホームページ作成便利ツールというこのサイトの作成者ペガサスです。アメブロや FC2 ブログなども作成していて、このページに掲載したのと同じプロフィール画像をいつも表示しているので、見たことある人も案外いらっしゃるかもしれません。アメブロではカスタマイズをテーマにしたブログを公開していたのですが、理由は不明ながらつい最近削除されてしまいました。読者1000人超え、 Now のフォロワーも1000人超え、そして Google のページランクが3、さらにはブログタイトルのホームページ作成便利ツールをキーワードとして検索するとトップページで第1位に表示されていたブログでした。キャッシュポイントからそれなりの成果も上がっていたので残念ですが、過去を振り返っても仕方ありません。きっと何か運営側の意に反する部分があったものと推察し、無料で使わせてもらっていたことに感謝して、これからはこうして削除リスクのないホームページに移行することにしました。このホームページ作成便利ツールというホームページでは、タイトル通りホームページを作成する上で自分自身が経験してきた悩み事なども振り返りながら、訪問者さん、特にこれからホームページを持ちたいと考えている人に役立つ情報を発信していきたいと考えています。それ以外の人に対しても最新の情報やトレンドをウォッチング、調査して役立つ実用的なツールや情報を提供していければと考えています。文章で読み進めるのは面倒くさいという人向けに、私からの挨拶をこうしてアニメキャラクターに喋らせています。意外に流暢に喋っているでしょ。こんなアニメ動画作成もやっていますので、興味があれば気軽に声をかけてくださいね。簡単なものならばリクエストいただければ作成するかもしれません。役立つツールや情報は私からのプレゼントという形で提供することもありますし、有益情報であれば無料、有料に関わらずここで情報シェアしていくつもりです。役立つ情報発信に努めていきますので、今後も立ち寄ってもらえると大変嬉しいです。このページの作成者に代わって私、マキが喋らせていただきました。これからもよろしくね。